気な子供が吠えておりまして、うかうかしてると大人でもやり込められてしまいます。おじさん、落語家なの？ええ、そうだよ。じゃあ、小話してるかい？そりゃ小話一つや二つしてるけど。じゃあ、こんなのしてるかい？なんだい。昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが行ったんだ。それは昔話じゃねえか。いいから黙って聞いてよ。それで、おじいさんは川へ洗濯に行ったんだ。はあ、じゃあそう、昔のおとぎ話と逆だな。おじいさんが川へ洗濯なら、おばさんは山へ芝刈りか。